所で6月20日2018年 UCI バイシクルモトクロス世界選手権大会の女子8歳クラスで優勝した澤田真奈さんの優勝報告会が行われました。真奈ちゃん優勝おめでとうございます。ありがとうございます。はい、来年のベルギーの1位を取りたいです。昨年5位の澤田さんはアゼルバイジャン共和国のバクーで開催されている大会に出場。決勝ではスタートから2位を維持し、最終のストレートコースで追い上げ、ゴール直前でトップに立ち、ゴールインしました。8歳です、ね、オリンピック競技でもあるから、ぜひ彼女が、さらにこの練習しやすい環境づくりを、ね、試合の、当日はですね、職員も何人も、ライブ映像を見て、電話がその後飛び交いました。2008年北京オリンピックからオリンピックの正式種目に採用されています。以上、本庄経済新聞がお伝えしました。